ほら、印がついてるからどんどん板を止められるでしょう。今日は DIY で作りやすい縦張りフェンスの作り方を説明するよ。縦張りフェンスといってもいろいろな作り方があると思うけど、今回紹介するのは DIY で効率的に作る方法だよ。キーワードは下ごしらえね。料理をする人ならイメージできると思うけど、切るときには切る、塗るときには塗る、測るときには測るって、作業をまとめて準備してから一気に作ると効率よく作りやすいと思うよ。今回は15年ぐらい前に作った防腐木材のフェンスがあって、家の人は経年変化した表情も愛する人だったんだけど、さすがに朽ちてきたからそろそろ作り替えようってなったんだ。次はワンスパン増やして高さを揃えたりするけど、作る雰囲気は前とほぼ同じだね。今回も丈夫な木材も提案したんだけど、あえて防腐木材を選ばれたよ。ハードウッドで作りたいっていう人も、作り方のコツは基本的に変わらないからじっくり見てね。ちなみに縦張りフェンスは植物好きな人が選ぶことが多いね。ずんぐりした宿根草や低木との相性もいい気がするな。あと空間が上に伸びる印象があるから、スモールガーデンにもおすすめだよ。色も前回と同じブルーグレーを選んだよ。きっと前のフェンスの雰囲気も気に入ってくれてたんだね。よかった。今回は6スパンのフェンスを建てるから柱は7本必要だね。フェンスの高さは下が石の花壇みたいに少し高低差があるから、1550ぐらいから1700ぐらいの位置まであるよ。だから基準をブロックにして、フェンスの高さは後ろのブロックの天板から1500の高さっていう決め方をしたよ。6スパンだから横3は12本、そして板材は1スパン16枚だから ×6 で96枚使う計算だね。 DIY ならホームセンターでカットしてもらおうね。パネル層で切ってもらうと早いし正確だよ。目地は20ミリにしたんだ。目地っていうのは板と板の隙間のことね。ワンスパンの長さは板材と目地の幅を足してだいたい1800になる位置で決めたよ。今回は90ミリの板材が16枚と20ミリの目地が全部で17個だから、すべて合わせると1780ミリになるね。横3は上と下から200ミリずつの高さに入れるよ。まずは簡単でも図面を作って材料を拾い出してホームセンターでカットまでしてもらおうね。これができたら色を塗るよ。板の横とか後ろとか立てちゃってからだとちゃんと塗れないから、移動できる塗りやすい状態で塗ろうね。これも下ごしらえの一つだよ。今回は防水防腐防虫機能もある屋外用のキシラデコールのブルーグレーを選んだからね。写真のコテ化けが断然塗りやすいよ。塗り終わって乾いたら立てやすくするための印をつけるよ。測るときは一気に測ろうってやつだね。最初は横3ね。目地20ミリでこうやってつけていくから、最初に柱からの20ミリを取って、次に板と目地を足した110ミリずつ進んだ場所に印をつけていったよ。この作業も2本いっぺんにやって、あとはこの2本で挟みながらまとめて印をつけていくと早いね。はい先生、その黄色い印は何ですか？あ、姉チョロいいところに気づいたね。これは左右逆に設置しちゃうと線が微妙に変わっちゃうから、こっちが向かって右だよっていう印だよ。右と左で変わるんですね。うん、90、20、90、20って板の始まりと終わりに全部印をつければ左右関係なくなるけど、今回の印の付け方は板の右側だけ確認するタイプだから、右側だけに印がついてるね。へえ、ややこしいですね。うん、後で一時停止して図面をよく眺めてみてね。はい、わかりました。次は柱の下ごしらえだよ。ブロックの天板から1500上まで柱を立てるから、1500の位置に印をして、ここにブロックの頭が合うように柱を立てるよ。あとは
横三をつける位置にも印をして、先に金具をつけておくよ。 L 字の隅に来る柱と両端の柱は金具の位置に気をつけてね。間に入る柱は左右に金具を取り付けるからね。あ、先生、その緑のテープは何ですか？あ、これも柱を立てるときにこっちが前だよっていう印だよ。今回は柱が立ってから目立たないように、フェンスも柱の面と合うように横三の奥行きをフェンスの厚さと同じ20ミリになる位置に設定したから、奥行きが柱の芯じゃなくて少し前に来てるんだ。だからこの柱には裏表があるんだよ。逆にするとフェンスがそこだけ引っ込んじゃうんですね。お、姉チョロよくわかってるね。次は板材の下ごしらえだよ。縦張りフェンスは高さを見るのが大変だから、横三の上の端に板が来る位置をあらかじめマークしておくのと、ビスの穴が揃うと仕上がりが綺麗だから、ビスの位置もこの時点で印をつけておくよ。高さはこの200を知りたいから、200の位置に板を立てて一気に線を引いちゃおう。あっという間だよ。何かに頭をストンってぶつけて揃えてからできるといいね。実際につけるときは板の右側から線を見て止めていくから、この線は右側だけについてれば大丈夫。これがあるかないかで進みが随分違うからね。次はビス用の下穴だね。これは愛用している 2x4 用のガイドだけど、簡単に芯が出て外から20ミリずつ入ったところに2箇所印をつけられるんだ。持っていないと思うから、フェンスの板材の歯切れとかを測って穴を開けておいて、一つガイドを作るといいよ。一個一個メジャーを当てるのは大変だからね。それから点をつけるっていうのは結構色が出にくくて見づらくなっちゃったりするんだ。だから今回はいっそこのガイドの上から下穴を開けちゃったよ。下穴は使うビスより細い穴でね、すべての板に上下下穴を開けたら準備は終わりだよ。ハードウッドを使う人は木が硬くてビスが折れちゃうから、板だけじゃなくて止めるときに柱にも下穴を開けた方がいいと思うよ。ここまでが下ごしらえだね。めんどくさく感じるかもしれないけど、ここまで準備しておくと設置が本当に楽だよ。この後は具体的な現場での作業を見ていこう。まずは以前ついていたフェンスを解体したよ。フェンスを取り外して作業しやすい位置に運んでからビスを外していったんだ。15年経っててもステンレスビスは全く傷んでなかったよ。はい先生、他のビスだと傷むんですか？そうだね、持ちも違うけど、サビが出て雨で垂れた表情っていうのはあまりいい感じとは言えないかもね。屋外のフェンスには少し高くてもステンレスビスがいいと思うよ。はい、わかりました。解体が終わったら基準となる柱を立てるよ。今回みたいに L 字のフェンスはこの L の隅の部分から立てていって、これを基準とするよ。今回はずれないように基準を立ててから横三で次の柱の位置を確認しながら1本ずつ立てていったよ。 DIY でもこの方法が間違えにくくておすすめだな。柱が埋まる分より少し大きめの穴を掘っておいて、コンクリートで高さを調整しながら設置しようね。コンクリートの作り方は前に姉チョロが作ったフェンスの動画でも紹介してるよ。セメント1に対して砂3を入れて水を加えながら混ぜたのがモルタル。ここに6ぐらいの砂利を入れたのがコンクリートだからね。砂利が入ったコンクリートの方が強度が出て、モルタルの方が砂利がない分ゴロゴロしないから微調整がしやすいよ。今回はモルタルを作ったらフェンスブロックの中に入れる分のモルタルを避けておいて、その後砂利を入れたコンクリートを作ったよ。次の柱も位置は横三で確認して、高さは柱につけた1500の印をブロックの天場で確認しながら立てていくよ。シンプルな枠だけだから立てやすいけど、上下同じ長さの横三で組んでるから90度の四角形がきちんと決まりやすいね。この調子で骨組みをどんどん立てていくよ。この骨組みまでできればもうフェンス作りの8割はできたようなものだね。あとはこの線の入った横三に板の印を合わせながら止めていくだけだね。まずは次々に
上を1箇所だけ留めていくよ。はい先生、なんで2個穴を開けたのに1箇所だけなんですか？2個留めちゃうともう動かなくなっちゃうでしょ。下が斜めにずれていた時に直せないけど、1箇所ならそのビスを軸として調整できるからね。見て、上1本だけ留めた板を今度は下で2本目を横3の線に合わせながら留めていくよ。へえ、なるほど。上1本だけ打って下は動くようにしておくんですね。留めるときは2人のときも1人のときでも上の右側、線のある方の下穴に1本ビスを手で少しだけ回して留めておいたものをまとめて作っておくとやりやすいよ。1回1回かがんでビスを取ったり板を取りに行くと大変だからね。あ、ちなみにこういう釘袋みたいなものを腰にぶら下げてビスを入れておくと、パッと手を突っ込んでビスを取れるっていうのも作業を楽に進めるコツだね。実際この6スパンは板を留める作業だけなら2人がかりで1時間もかかってないんじゃないかな。下ごしらえができていればこういう作業は本当にやりやすいよ。出来上がったらもう一度塗料を仕上げたり、作業しやすいように束ねておいた植物を戻したりして完成だね。奥の家の紫のしだれもみじもグレーとよく似合ってるね。この動画が誰かの DIY のヒントになりますように。キリッレ、ありがとうございました。着席。最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、壁チョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。